皆さんこんにちは。40歳のセミリタイヤに向けて資産1000万円を貯めているクマです。この Vlog ではオンライン英会話講師の仕事に日々の節約、30代夫婦の暮らしなど、歴史には残らないけど毎日必死に生きる一般庶民の日常を紹介したいと思います。今回は7月4週目後半、それでは早速行ってみましょう。おはようございます。金曜日だね。早速まずは妻のお弁当作りからスタート。8枚切りの食パン2枚を使って、半分は卵焼きサンドにして、残り半分はいちごジャムサンドにしていきます。はい、オッケー、完成ね。それを妻に渡したら、そのまま地獄の職場へご出陣される妻をお見送りします。いってらっしゃいませ、お嬢様。そうして妻を見送った後は、自分も今日の仕事に取り掛かっていきますか。早速朝一からレッスンが入ってるんで準備をしてるんだけど、5分後、10分後、まさかこの展開はいきなり朝から。 Hey, how's it going? ってわけでセーフ。生徒様少し遅れて現れてくれました。いやー、よかった。ちなみに先日レッスンに現れず連絡もつかなかった別の生徒様なんだけど、まさかの緊急入院されてました。レッスンの日当日に熱中症で倒れて、気づいた時には病院のベッドだったらしくてさ。いやー、ほんとこういうのきっと全然他人事じゃないよね。在宅勤務始めてからは俺もエアコンつけるの我慢する時もあったんだけど、これを聞いてからは躊躇せず午前中からつけるようになりました。ガンガン行こうぜよりも命大事にで行きたいと思います。というわけで今日も朝からエアコンを効かせながら午前の仕事を完了したら、金曜恒例食料の買い出しに行ってきます。なんだけど、なんかめちゃくちゃリュック臭いっす。多分卓球のユニフォームやらシューズやらの汗臭さが染みついた感じだね。もう今日はどうにもならんから嗅がなかったことにして、このまま背負って買い出しに行ってこようと思います。今回は卵や牛乳、納豆などなど本当に必要最低限だけの買い物にしました。そうして買い出しを終えて家に戻った後はお昼ご飯の時間だね。いつもながらのラーメン&納豆でもね、今回はラー油を入れてちょいとピリ辛にしてみました。そしたらそれがもうね、大正解。冷たくさっぱりとしたラーメンにラー油のピリ辛さがベストマッチして、めちゃくちゃうまかったです。これから冷やしラーメンにした時は絶対毎回入れるの確定のうまさだったね。お昼ご飯を食べた後は動画に入れるセリフを録音していきます。ちなみに前回悩んでたテンション高めで録音するか、はたまた落ち着いた雰囲気で録音するかは、自分自身テンション高めの方が動画作るのも見るのも楽しいなと思ってテンション高めで行くことにしました。みんなもコメントでいろいろ意見くれてありがとうね。ほんと感謝感激です。そしたら午後からの仕事もサクッと終わらせて、はい、今日の夜ご飯作っていきます。と言っても今日は昨日作ったカレーを温めるだけの簡単ディナーです。ちなみにルーの種類は前回妻が気に入ったバーモントカレーの甘口です。俺としては正直言って辛さが足りんよね。というわけで速攻で完成、いただきます。っていうか右側の目玉焼き悲惨すぎない？お味の方はもちろんうまかったです。やっぱり2日目のカレーは最高だね。そうして夜ご飯を食べたら金曜日も残りわずか。オーバーウォッチをプレイして、そして寝る前最後は亜鉛サプリを摂取しちゃいます。サプリを飲み始めて1週間くらい経ったかな。なんとなく眠りが深くなったような気がしないでもないけど、多分プラシーボ効果です。という感じで金曜日も終了だね。今日もお疲れ様でした。土曜日、おはようございます。早速まずはいつもの健康ドリンクを決めていきます。大麦若葉の 100% 青汁にバナーナプロテイン、牛乳をしっかりシェイクしたらいただきます。うん、うまいぜ。健康になったところで本日の仕事を進めていきます。ちなみに今日はレッスンは一件もなし。さすがにレッスンある日にこの T シャツはまずいからね。こいつ気空師じゃんってバレちゃうから。そうして2時間ほど取り組んだら今日の仕事はひとまず完了だね。
あとは週明けの自分に託します。任せたぞ月曜の俺。仕事を終えた後は動画の編集を進めていきます。ぶっちゃけ最近動画の編集が全く追いついてなくてさ、ありがたいことに仕事の方が順調で徐々に生徒様の数も増えてきてて、良くも悪くも編集に割ける時間が少なくなってるってのが理由だね。そのせいで最近は水曜日にも間に合わず木曜の投稿になっちゃったり、8月4日夜7時に上げてるこの動画も実は完成したのはつい数時間前、4日の午後3時だったりします。マジでギリギリすぎるというわけでこのままのペースだとまた水曜日の投稿に間に合わないから、思い切って次回水曜日の投稿はスキップしたいと思います。スキップすることで編集も一気に追いつけるし心の余裕も生まれるからね。というわけで次回は1週間後、来週日曜の投稿になるから、みんなそれまで俺を忘れずにいてくれると嬉しいです編集を進めた後はお昼ご飯だね。カレーの残りを美味しくいただきました。3日目のカレーも相変わらずうまいぜ。そして午後からは家の掃除をしちゃいます。このひどい暑さの中、窓を開けてマスクをつけての作業はほんときついんだけど、妻と2人で速攻で終わらせたいと思います。リビングに和室、寝室も綺麗にしたら、ふぅい、終わりました。やっぱり2人だとあっという間だね。そして暑い中重労働をした後は自分たちへのご褒美タイムです。ポテチにアイス、そして YouTube、 引きこもり夫婦には欠かせない豪華3点セットですYouTube 以外にも妻は絵を描いたりゲームをしたり、俺の方もアニメを見たりゲームをしたりして、おのおの自由な時間を過ごしました。そしてあっという間に土曜日も夕方、今日の夜ご飯を作っていきます。とその前にちょっとこれを見てほしい。謎の封印マーク、これが何かっていうと、ででーん、コンセントがマジでやばいです。熱で溶けちゃったのか、コンセントと差し込み口が完全に一体化しちゃってて、力任せに引っ張っても全く取れる気配もないし、しかもご覧の通り焦げついてる様子も見られてさ、かなり危険な状態なんだよね。ひとまず電気屋さんには妻が電話をしてくれて、週明けには来てもらうことになったんだけど、それまで使用しないよう封印マークが施されてるってわけです。みんなもほんと気をつけて、知らん間にこんなことになってるからさ。はい、というわけで話がそれちゃったんだけど、今日の夜ご飯だね。今日はそうめんにスーパーで買ったフライドチキンです。こいつをノンフライヤーであちあちサクサクにしたいと思います。早速セッティングして5分ほど揚げていきます。そしてあちあちサクサクになったフライドチキンを一口大に切って、レタスとマヨネーズで混ぜ合わせたら、はい、今日の夜ご飯完成です。ちなみに俺はそうめんはチャンプルーにしました。それじゃいただきます。うん、うまいね。レタスだけだと物足りないところを鶏肉のジューシーさが補ってくれてる。こういうサラダなら俺も喜んで食べれるな。ご飯を食べた後はサボりたい心を奮起させて、しっかり皿洗いもやっちゃいます。偉いぞ俺そういえば今日一つ郵便が届きました。中身はこちら、ノートパソコン用のスタンドです。これをつけてパソコンモニターを高くすることで俺の目線も上がって姿勢も良くなるんじゃないかと思って購入しました。現在納品待ちの椅子と合わせて仕事環境をどんどん改善していきたいと思ってます。今日は遅いからまた明日の朝にでもつけてみるつもりです。という感じで土曜日も終了だね。今日もお疲れ様でした。おはようございます。日曜日だね。早速まずはアッシャンを浴びてさっぱりしたら、コンタクトレンズをつけていきます。今日は前職でお世話になった尊敬する先輩のお宅でバーベキューをしてきます。だいたい昼の11時ぐらいから始まって夜7時くらいまで、ほぼほぼ1日中食べて飲んで喋ってっていう最高の回です。だいたい4ヶ月に1回ぐらいのペースで開催されるんだけど、参加メンバーが漏れなく全員個性的かつ性格もいい人ばっかりでマジで楽しいんだよね。というわけでコンタクトレンズをつけて一丁前にカッコつけたら、お次は鼻毛をカットしていきます。自分で見せといてなんだけど、38歳おっさんの鼻毛カットシーンいるか？
需要がないどころか、これのせいでチャンネル登録者数減るんじゃないかとビクビクしてます。お見苦しいものをお見せしちゃってすいません。そして集大をさらけ出した後は、昨日届いたパソコンスタンドをつけていきます。実物はこんな感じでめちゃくちゃ薄いです。この薄さに惹かれて今回はこれにしました。実はこれ昔から使ってる iPad mini にも同じやつのサイズ違いバージョンを長年使ってて、それがとっても気に入ってて、今回ノートパソコンバージョンも購入したって経緯があります。モフトって商品名なんだけど、デバイスに直接貼り付けられて、しかも軽くて薄くて丈夫ってことで、持ち運びもめちゃくちゃ楽だし、本当おすすめです。というわけで、今回もパソコンに直接貼り付けて、あとはこんな感じで組み立ったらスタンドの完成です。使わないときは折りたたんでぺったんこにもできます。高さとしてはこれくらい。目薬2個分ってとこかな。もう一段階少し低めの設定もできてさ、そっちだとちょうど目薬1個分ってとこね。お好みの高さでどうぞって感じです。俺としては2個分の高さの方がやりやすいね。横から見るとこんな感じ。思ってた以上に目線が高くなって結構驚きました。というわけで椅子はまだ届いてないんだけど、労働環境の改善に一歩前進。俺の在宅ワーク生活がますますはかどるようになりました。やったぜ。そうしてパソコンスタンドの設置を終えたら、それじゃあそろそろ先輩のお宅へ突入していきたいと思います。行ってきます。途中でビアードパパに立ち寄って差し入れを買っていこうと思います。人様のお宅にお邪魔するのに手ぶらってわけにはいかんからね。でね、今回はこの炎天下の中だし、シュークリームじゃなくてシューアイスにすることにしました。自分たちの分も含めて12個ものアイスを買ったら準備万端。今度こそ先輩宅へレッツゴー。そうして始まったバーベキュー。動画じゃなくて写真だけになっちゃうんだけど、こんな感じで先輩と奥様が作ってくださった料理にお菓子、もちろんお酒も飲んじゃって、そして夏といえばこれ、今年初のスイカもいただいちゃったりしました。ちなみに夜はこんな感じです。めちゃくちゃ雰囲気いいよね。ここでみんなでワイワイ喋って笑って、ほんと楽しい一日でした。他人と一緒に過ごすのって時にはしんどかったり面倒かったりってする時もあるけど、それと同じくらい楽しい時も嬉しい時もあるから、これからも人との縁ってやつは大切にしていきたいと思ってます。一人で生きていくのはしんどいからね。はい、というわけで7月4週目後半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、本当にありがとね。もしこの動画をいいねと思ってくれた人は、チャンネル登録と動画へのコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃ次回は水曜日をスキップして、また来週日曜日にお会いしましょう。バイバイ。